受け入れるあの生話だったじゃないですか。あの時に私はその11日の時にもう死ぬなと思って、最初のもう死を覚悟した時、まあ全体的に4回死を覚悟する時があったんですよ。でその時の1回目って劇の中であった、あの人間はもがき苦しむとか、あの考えとかあるんですか。その通りだったんですよ。もうすごい余震の中で、家族みんなで今に集まって手を握って輪になってたんですよ。もうこのまま死ぬだろうと思って、でずっとどのもうあっという間だったね、自分の人生とか。もう何だったんだろう、この今までの流れ、こんなに一瞬で終わるんだとか言いながら、今まで何が悔やったとか何が楽しかったっていうのを家族に一晩ずっと話してたんですよ。その時の1回目っていうのは死に対してものすごくこう抵抗があったし、悔しかったんですよね。あ、こんなで私の人生は終わるんだみたいな、受け入れられなかったのが1回目のその覚悟は決め、死を目の前にした時で、で2回目の時っていうのは今度ガの側みたいな言い方悪いんですけど、ガの方の立場みたいな感じで、まあみんなは逃げちゃって、で誰もいなくなって、でもなんか原発は大丈夫だって言われて、逃げないでくれって言われて家を片付けて、でも街の中に人がいなくなった時に、こうストンと自分の中で死が覚悟できたんです。このまま死ぬのもいいなみたいな、その瞬間ってストンって本当に落ちるんですよ。目の前に死が来た時、本当あの人間じゃなくて多分ほんと動物側に、動物っていうか本当の幹細胞生物側にポンって言ったんだと思うんですけどね。あの時はそういう風な感じで見て、まあその後自衛隊の人に夜中に発見されて、何やってるんですかってすごく怒られて、退避命令出てるのも聞いてないんですかって言われて、いや全く聞いてませんって言ったら、とにかく今すぐ町から出てくださいって言われて、で自衛隊の隊列に挟まれて、いきなりこう連れ出されるんですけど、私たちの隊列に割り込もうとする避難する人がいたら、それをパトカーが追い出すんですね。うわーってもうサイレンが鳴って、その車を後ろにやるんです。だん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 あれですよ、あれ私たちどこに連れてかれるんだろうみたいな、あの最初のなんかすごいホッとした感というか、もう何ですか、映画のセットみたいな誰もいないところから、そうやって人間社会に戻されてる時のこうすっごいワクワクした感じから、あれみたいな、私たちもしかしてガス室送りみたいな、ああいう気分に一瞬にされちゃったんですね。でもう私たちの車の後ろにはもう車のヘッドライトがもうクリスマスツリーのライトみたいに、もう山のこう道も丸くなってるんですけど、うちの地域それ全部もうライトで埋め尽くされて、近視になるとすごく綺麗だったんです。なんか私は一生のうちにこんな光景見ることないなっていうくらいすごい綺麗で、でも現実は目の前を自衛隊の装甲車に囲まれてて、でパトカーみたいなの先頭してて、で連れてかれてるわけですよね。でだんだん それを認識して、あれ私たちどこに連れてかれるんだろうって話になって、で避難所に行った一言目はあの方々が避難してます。でどういうことですかって言ったら、いやとにかく被爆してますから、それだけで。でも次の日満載だったらすまんないけど避難所出てってくれないかって言われて、で避難所を追い出されて、そうそう、避難所はどこだったんですか。あの川俣の小学校だったんです。あ、小学校、はい、出てってくれって言われたら被爆してるから、いやもう意味が分からずにもう悪いけど、被爆してるって言われましたし、出てってくれって言われても当てもなかったですし、えっていう連続でした、あの時。へえ。
まで避難しなかったのはどうしてだったんですか？避難しなくていいって言われたんです。あ、全く問題ないんで、もうあの原発立地地域なんて、もう何かあると、あれ大丈夫って頭にあるわけですよ。うん、そこの中で、あんな地震が起こったじゃないですか。もう地震の当日なんて目の前のこうビルがこんにゃくみたいに揺れますから、一個揺れたら、もうなんか外壁がこう崩れてって、もう一つで窓ガラスを自分のバランスボールの中に乗ってるようで、で、車に乗ってて、エンジン止めてパーキングにしてて、車がこう移動するんですよ、どん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 。こう揺れて、そんな中、そんな地震があった中で、はい、原発大丈夫かななんて思うじゃないですか。って言ったら、町内放送で、原発は大丈夫です。皆さん安心してください。何の問題もないです。って、しょうがないと言われて。そしたら信じちゃいます。富岡から、原発から4キロくらいでしょ？ 3.5 あ、うちの2だと思うんで 3.5 3キロあるか、3.5 キロあるかなって感じです。で、あの辺だと、その津波もあったでしょ？ありました。その時に、その、はい、原発のこともそうだけど、その津波のこととその地震のことと、何にまず頭が、まずは、正直津波3メートルってしか聞いてなかったんで、津波で、3メートルの津波が来ます、3メートルの津波が来ますって言って、私あの隣町で被災したんですけど、もう海側の道に行けって警察に誘導されました。この道は大丈夫なんです大丈夫です。で、放送で3メートル3メートルって言ってるんで、で、ちょうど3日前ぐらいに津波が来たら3メートルって言って50センチだったんで、その後なんかだから津波は正直大丈夫です。はあ、で原発もあれって思ってで大丈夫だって言われたんで、そこもまた安心するじゃないですか。それよりはうちの酒蔵が築もう100年ぐらい経つんで、そっちの方が心配でしたね。家族が潰されてるんじゃないか。地震で。はい。こう車運転して行くと、もう家がもうめちゃめちゃ崩壊してるんで、私の家族はもしかしたらちゃんと持ってるっていう、一番怖いですか？一番怖いです。あー、そっか。僕も福島出身で、僕はあの中通りの方なので、あの海側じゃないんですけど、まだうちのうちではあの洗濯物がうちの中干してたりとか、干したものっていうで、僕はその劇団の仕事でよくその富岡とか多分あの辺ずっと毎年あの秋にぐるぐる回ったりしてたんで、よく知ってるんですよ。だから、で、もうめちゃくちゃでしょ？津波でもめちゃくちゃだったんでね。津波もめちゃくちゃですし、隣町は津波が散るっていうジンクスがあって、津波が来ないっていうジンクスがある町で、そこはみんな逃げなくて、漁師さんが900人で、みんなピクニック気分で逃げたんですよ、隣町とか。その私たちはもう逃げ遅れ組ですけど、逃げ遅れ組じゃない人たちが話す機会があると、みんなまあ明日にでも帰ってこれるから、そんな気分でみんな逃げてて、だから、あ、ちょっと止めてって、バスを車あの家の前で止めてもらって、持ってきたのは毛布だけみたいな毛布だけ置けるよねみたいな、みんな今日なみんなで集まるなんてちょっと面白いよねみたいな、それが今まで続いているみたいな感じです。だから津波で亡くなった方に対しても、津波で襲われて、まあ、とりあえず津波はこれだけひどいから、みんなで一箇所にとにかく逃げよう、どうせ明日には戻ってみんなのこと助けられるから、でその感覚でみんな逃げたんです。助けに入れたのが3ヶ月後だった。ああ、そのもう本当目の前で人がバタ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 本当に死んでいく感じです。もうあの1年間は目の前に本当
ていうのがある年でしたね。今も麻痺してますけど。原発が爆発した、はい、テレビで見ると随分こう未来だったりして、あれはすぐ分かったんですか？すごい音がしましたね。すごい音した。もう全部が共振してパーンって音がしたんですよ。あれ。で、私たまたま外で洗い物してたんですよ。水使って井戸水で。そしたらすっごい音がして、てっきり隣の家が倒壊したの。そのくらいすごいことだったんです、はあ、で、途端に砂利を落とすようなジャ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 って音がしなくて、で、あれ周り倒壊したのかよって思って見て歩いたんですよ、家の周りを、はあ、そのうちにすっごいこう、なんか箱みたいな車が、まあ、ブルーと白のストライプの車がサイレンからして、うわーって腕の方に2台行ったんです。その時にちょっとおかしいなって初めて思いました。はあ、だけどたまたまうちの飼ってる猫が異常なくらい泣いたんですよ。何年か飼ってるっていうか餌付けしてる野良猫だったんですけど、その音を聞いて聞いた後しばらくしてたんですよ。で、あまりにも泣くからこれは地震が来るなと思ったんです。で、家の中に入ったんです。で、その時家の中に入らなかった人、建物の外で助けを待ってた人はみんな隔離されたんです。だから私たちも避難所を追い出されて、いわき市にもう命からがら逃げてって、で、医者に行った時にもうそれと同じ扱いです。二重扉のなんか物置に閉じ込められて、まあ、全部水ですよ、ピンクの。で、お医者さんはすごい高校に来て、で、プラスチックのこういう椅子、椅子が1個置いてあるだけで、この前に立てて、で、こうスクリーニング、こう女性にし始めて、おかしいな、おかしいな。それが3月なんですか？13年も14日です。それで検査されて、その時がどうだったんですか？父親も、このお酒つけたのをつけてる最中だったんで、お酒を飲んで手つきさせるのが OK だったんですよ、話して。で、その時に、まあ、止血だけで巻いてた抗体が一番高くて、次が私の体内だったんですよ。体内？体内です。もうここにこう、このマイクみたいな感じで変なのが出られて、あなたの体内ちょっと高いですねって言われて、今から処方する薬飲んでいきます。外にいたから。外にいたから。それだけだ。あー、そうなんだ。たくさんお話聞きたいんだけど、今のこととその今その富澤さんは富岡だったものですから、そのでいろんな人たちをそのガイドっていうのかな、その要するに自分のところのボランティアのある人ということで、その見たりっていう人だとか関心のある人だとかメディアの人たちだとかを車に乗せて、その富岡近辺を案内したりしているんですけど、その車の中でもものすごい数値が出る。その数値聞いたらみんな、さっき僕ちょっと上で聞いただけなんですけど、ちょっと頭の中でちょっと信じられないような数値がその富岡近辺から出ているっていうことで、その今の富岡のことがどうなってるか、それこの動物 の、 話も含めて、ね、本当劇の間にあった4本足の動物が一番優れてるって、その通りだと思っています。牛
牛なんかが牛とか猫とか犬とか野生化してるんですけれども、みんなも自分の家族を守ってるんです。ですごくこう頭が良くなって進化してるんだと思うんです。牛も自分のファミリーがいて、車でこうたまたま遭遇したりするとお父さん牛が暴れるんですよね。それとか私たちの犬がどんどん立つんです、横に。もう絶対に動かないんです。その間こうして自分の奥さんを逃がすんです。で、逃げてる間に、逃げたのを確認こうチラッとした後に自分はもう猛然と坂を駆け上がっていくんです。それだったりとか、他のところでも仲間がいて仲間をもうって言って逃がすんです。で、その間自分はもう突進してくるんですよね、車とか。もう仲間を守るぞっていうので仲間を統率してるんです、そのリーダーが。で、みんながこう逃げるのを確認した後にみんなとは逆の方向に逃げる。もう猫も同じです。たまたまこの間の1月の19日って大雪のその末に入った時だったんですけど、もう雪でご飯も何にもない中をこう道の奥から猫の家族が悠然と真ん中を歩いてきたんですよ。で、お母さんと4匹の子猫がいて、で、その子猫たちも丸々としてお母さんも丸々としてるんですけど、その何にも食べ物もない中で生き延びてるんですよね。で、人間を見た後にそのお母さんは子猫たちを別のところに見ました後に自分は逆方向に逃げるんですよ。本当牛と同じで、もう自分がおとりになって子猫を見ました。もう豚たちから何かみんな野良になってて、私たち野良牛とか野良豚とか言ってますけど、でも人が一番弱いなってそういうことを思います。あとその何ですか、何もなくなった時の自然のたくましさっていう、動物のたくましさっていうのはすごいなと思いました。それと一緒に今あそこの占領がこの間なんかいきなり米軍の大学を持ったのを持って入った方がいて、その方とぐるぐる回った時に原発の近くが1万2000円とか防膜、ちなみに防膜をしようと中の部分緊急避難の通知です。うちの時間、庭先も防膜をしようとですか、1万2000円1万でしょ、1万です。びっくりしました。それは自分もびっくりしました。で、それよりもじゃあ1キロ離れたところで270マイクロシーベルト、それが年間にずっとこう出てるんです。でもそこからじゃあ3キロ先っていうのは今返すって言ってるんですよね。飲み水もゴミも出せない、飲み水もない、ガス水道電気もない、けどお前たち帰るっていう。あ、戻る。でも夜は寝られないんですよ。自分の家で寝られないところになってるんですよね。うちの父親の母親も自分の家に帰れるの、私たちはそこで寝られるのって言うんですけれど、正直私の大事に帰れるかな、私が年を取ってもう朦朧としながら帰れるかな、帰れたらいいなって感じですね。家からもストロンチウムとかめちゃめちゃ出てます。プルトニウムから何から検出されて家の敷地内からですけど、とってもその今その今の人案内したりするって、はい、そんな高い数値の中で案内するって本当はとっても危険なことじゃないですか。そうです、そうです。それをそのやります、私がっていう風なそのものって僕ちょっと想像もつかない、僕ら怖くて想像もつかないものだったけど、そんなかそんなこと聞いてもいいのかしら。私は自分が1000ベクレル、1100ベクレル、ベクレルってそのままマイクロシーベルト観察してマイクロだな、リーダーが教えてもらいますけど、それだけ私は記録してるんですけれど、一
ことを生きてるかどうかこういろんなあの避難所を巡ってくれたあのお客さん、しかもそのケースおじいさんなんですいたりとか、インターネットで調べずにあの子は生きてるかって調べてくれたりとか、有効がいたりとか、いろんなその罵声の罵声と一緒にすごい人っていうのはあったかいなっていうか、私はなんて人に恵まれてるんだろうって思う機会があったんですね。で、その時にこの人たちを次の被害者にしたくないって思ったんです。すごいこうめちゃめちゃ自分のエゴかもしれないですけれど、こう今報道がなんかと全然真実が出てないじゃないですか。で、そういう中でああやってすごく便利なものだけれど、私なんて生まれてこの方は原発だったんで安心安全って言われて育ってるんです。で、何の疑問も覚えませんでしたし、うーんぐらいでもう景色の一つだったんですけれど、それがある日突然持っていっちゃうと全てを失っちゃって、で、何もかもなくして、で、もういきなり無一文になって、で、一からとかだけじゃなくてマイナスからのスタートになる。でも私は本当に人に恵まれてるけれど、ある一つでそれはみんなにもなるかもしれないです。ポケさんにも明日になるかもしれないです。それに対してもう中に入ってもらった人、特に訴えることができる人に入ってもらってるんですけど、反対の賛成の前じゃなくて明日みんなこうなるかもしれないです。それを考えてほしいと思ったんです。で、そのことを考えて、じゃあ何かそこから進めないかな、もう次の過ちを犯さないように何とかできないかな、私はもうそれだけ疲労してるんで、正直もう覚悟みたいなのもあって、よそもすごく飲んで苦しかったんです。首がこんなに腫れちゃって体はもう動かなくなって、要素の副作用って報道されているよりめちゃめちゃ苦しいんですよ。もう重い風に、熱もない何もない重い風にすごい犯されたみたいで、もうのたうち回るくらい苦しい時もありましたし、でも医者から何かしてもらってて、ご飯も同じですし、水もどうなるかわからないし、水もなかったですし、でもそういう思いをして、で、要素でもすごい副作用もやっぱりやったりとか、要素病院はい、で、何も説明もこの薬飲みなさいって言われて2粒渡されて、そのたった2粒なんですよ、ちっちゃい状態。それがめちゃめちゃ苦しくて、こう甲状腺から何かが全部腫れてなくなって、もう本当にもうパンパンですよ、顔が。でもそういうのもあった次っていうのはもう諦めじゃないんですけど、こういう場面に立ち会って、やっぱり毎回案内するときに、ひどいときは15マイクロシーベルト被爆するんですよ。案内してる最初に。それ年間やるんで、私は作業員並みに結構行っちゃってるところがあるんですけど、なんか、それでも繰り返してほしくないんですよ。その、二度と福島っていうのを、あんな事故って日本ですすごい技術国だっていうよりも、世界でも絶対にああいうことって繰り返しちゃいけないと思うんですよ。今だってだって自殺してる人もいますし、かなりそういう苦しんでる人もいますし、僕この劇、なんでこの変な劇やるんだよ、もう随分言われてこんな理解できないよって言われるんだけど、そうなんです。ずっと3月11日、あれから僕は福島で、自分、福島のこと考えないで過ごした日は一日もないんですよ。で、僕はね、東北に行く人もたくさんあるし、で、高校生の劇なんか審査員にいたりしてるから、その高校生たちもそういう劇発信したりして、で、なんか、すごくこう、福島のこと思うんだけど、自分にその何ができるかって、僕東京に住んでるんで何もできないっていうのが正直なところじゃないですか。で、その時に僕が何かやっていけることないのかなと思った時に、この
で、人間のその知、人間が知を獲得した、さっき動物、なんか人間が一番弱いねなんていう話されたけど、やっぱり人間はその知識を獲得して、その例えば希望を手に入れた、文字を手に入れた、だその全くそのコミュニケーションの能力が、でさっき逃げろってあの牛がボーンって、ね、こうやって逃がしたとかって、あのそういう、でも人間ってそういうものを過信しすぎて、結局のところその戦争に、だってもちろん革命運動だってそうだし、その原子力発電所を爆発したのだってそうだし、そういう中ででも人間は変わらず動物のままそこで暮らしている人がいるのに、その人たちの人生がまた変わってしまうという、だからそんなことをずっと思ってこの作品を作って、ただあの皆さんあの気がつかなかったと思うんですけど、途中で原子力発電所の建屋のこのあの棒のところ皆さん気がつきました一瞬ですけど、ここの絵全体にそれがこう映った瞬間があるんですけど、僕はやっぱりそのことを考えて、あのこの劇をやっぱりあの福島って本当に綺麗なところだったのに、やっぱり自分の生まれ故郷、ふるさとが一瞬にしてなくなったっていう感じが、僕は真ん中も住んでますけど、やっぱり山に行ったり釣り行ったり何もできないですからね。だからうちの愛情は太るし、ね、あの釣りとか出かけていくわけないみたいになって、なんか一緒にして何か変わってしまうみたいなことがあって、あのそのことの意味がちょっとわからないみたいなね。だから今日は本当にぜひこの富澤さんにあのこう話を聞いてて、そのこの人に来てもらいたいこの劇は絶対この人に来て話してもらうのがいいと思って、あのわざわざあの知っていただいたんですけど、もうそんなにもうあの遅くなってしまうんで、何かそのもちろん自分のこので今日お酒を富澤さんに販売用にお酒を持ってきてねって言ったら持ってきたって言ったら、あ、いやなんかちょっとなんか持ってこようかなって持ってきませんでしたって、これは福島の人のこの感じなんですよ、ちょっと遠慮遠慮で遠慮の塊みたいな、気が全く効かないんで商売上手じゃないですあとから予約は受け付けますみたいなインターネットで今販売してるんですよね。これから新種が出るそうですので、あの皆さん、なん白富士、白富士、新しいの白富士、白富士っていう新しい。今そのであの最後そのことを話してもらおうかな。そのほら工房